こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は藤枝駅北口にやってきました。ここ藤枝駅北口にですね、新しいお店ができたということでやってまいりました。電車でお越しでしたら北口の階段を降りてそのまままっすぐ進んだら見えてきます。さあ、こちらの奥にできたお店がそうなんです。はい、着きました。こちらのお店です。とろり天使のわらび餅です。大阪発の飲むわらび餅が2022年2月に藤枝駅前にオープンしました。大阪の女子高生が発案したらしいですよ。またここ藤枝駅前店しかない限定の飲むわらび餅があるみたいです。それがこちらなんですけれども、見てください。いや、美味しそうですよね。駅前店でしか味わえないって書いてありますね。飲むわらび餅、ブルーベリーヨーグルト味ですね。飲むわらび餅は他に3種類種類があるんですけれども、抹茶、ミルクティー、黒蜜がありますが、もちろん藤枝限定のブルーベリーですよね。もちろんですね、シンプルに純正のわらび餅もありますよ。今日は飲むわらび餅に挑戦したいと思います。さあ、ではお邪魔していきましょう。ちょっと取らせてもらっていいですか。あ、いいですよ。すみません。今人気な、はい、一番人気なのってブルーベリーですか。飲むわらび餅ですか。はい、そうですね、ブルーベリーと黒蜜が一番多分人気なので、はい、あ、そうですか、はい、ブルーベリーはちょっと店舗限定なので。あ、そうですか。じゃあ、ブルーベリーでお願いします。はい、以上でよろしいですか。はい、マムアラビ餅ブルーベリーヨーグルト はい、飲むわらび餅のブルーベリーヨーグルト味が来ました。いや、やっぱり見た目が綺麗で、まさに藤の花のイメージですよね。カップの底にトロトロ食感のわらび餅、さらにブルーベリーとヨーグルト、生クリームがトッピングされております。上にはブルーベリーソースですね。こちらはよく混ぜてくださいということなので、しっかり混ぜていきましょう。やっぱり蓋を取った方が混ぜやすいのかな。やっぱりカップの底には爪楊枝でもさせないくらいのとろっとろわらび餅が入っていますからね。やっぱり少し混ぜにくいですが、しっかり混ぜた方が美味しいということなので、しっかり混ぜていきます。いや、これやるときはゆっくり慎重に混ぜてくださいね。さあ、じゃあいただいてみますね。いや、ストローで吸うときが不安でしたが、とろとろわらび餅なので口の中にどんどん入ってきます。わらび餅の食感と甘酸っぱいブルーベリーヨーグルトが意外と合うんです。タピオカに似ていると思ったら全然違う食感で
驚きのデザートでした。これは他の味も気になります。いやー美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、今日の動画以上になります。いかがだったでしょうか。このトロトロ食感のわらび餅、ぜひ一度食べてみてください。はい、これからも静岡の情報をどんどんご紹介しますので、ぜひチャンネル登録をして情報をゲットしてください。またコメント欄にコメントをいただければ必ずお返事いたします。ぜひコメントお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。